先ほどご紹介に預かりました私安江邦夫と申します。職業はまあ、職業になるんですかね、物理学者と、しかも理論物理学者です。勤務先は、岡山にありますノートルダム精神女子大学。精神は清い心と書きます。清い心でない僕がなぜそんなところに勤められるのかは、まあ、不思議な話なんですが、私どもの、大学の理事長、は修道女シスターで渡辺和子と言います。シスター渡辺和子で、最近といっても3年ぐらい前ですが、置かれた場所で咲きなさいという大ベストセラーを書いております。あれ実は私がシスターに幻冬舎の編集者を紹介して、幻冬舎 の編集者の方がどうしてもシスター渡辺に本を書いてほしいと言われて、今からそうですねもうかれこれ16年前にご紹介しました。で14年経ってやっと本になったんですが、250万部売れました。1冊1000円で、印税は1割ですから1冊売れると100円です。で250万部売れたということは2億5000万円の印税が入ったはずです。でまさかそんなに売れるとは思ってなかったので、私もシスターに本書いてくださいってお願いした時に、いや印税の1割でも僕に紹介料としてもらえるように約束しとけば今頃2500万円転がり込んでたんですが、この前シスターに学内でバタッと出会って、シスター250万部売れたんですね、そうなんですよおかげさまでっておっしゃる。でいや印税は2億5000万円ですねと申し上げたら、そういうことになりますわねって。でよくね本が出てから神父様たちがよく来られるようになって、うちの教会が、ね、ちょっと雨漏りするようになったのでそろそろ布審しなきゃと、まあいろいろ言ってこられるんですが、残念ながら私は修道女でつまりシスターなので、所持金所有物が許されないんですっておっしゃる。つまりシスターはご自身の持ち物もお金も許されないんです。修道会修道院が代表でそれを管理している。なので、私は印税を2億5000万円いただいても仕方がないので全部奨学基金に寄付させていただきましたと。どうせなら僕に紹介したんですから僕になぜくれなかったんですかとよっぽど言おうとここまで出かかったんですがね、それ言うとねもうこれ人生やめなきゃいけないと思ってぐっと我慢しました。で私そういうカトリックのつまりキリスト教のシスターたちが運営している大学で勤務しております。で私も随分恩恵に預かってます。私今から13年前に、突如ね、夏といってももう8月の終わりから9月ぐらいにかけてお腹がねもう臨月の妊婦さんみたいになっちゃってこんなになって、なぜならね1ヶ月便が出なかったんです。1ヶ月でいやこれが便秘っていうのかなと思って、でずっと放ってあったんです。いやお腹は苦しかったですよ。でもとにかく1ヶ月便が出ないんだから、まあ、これが便秘だろうと初めての経験です。でそれでもビール飲んで酒食らって退職感で、昔はもっと太ってましたので、で全然出ないんですよ1ヶ月経っても。でだんだん痛いんですね、なんか常に
チク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 痛い。もうついにね、我慢しきれなくなって、近所のかかりつけの医者のところに行って、で、診察室に僕がこんなお腹して入った瞬間、その年配のお医者さんは僕の方を指さして、お前な、すぐにあそこの総合病院の救急に行けと、これから。俺が電話入れといてやるからと。お前ここにいたら死ぬぞと言われて、何このやぶ医者と思って仕方なく救急に行ったんです。総合病院の岡山の。そしたらね、あれよあれよという間に、そのストレッチャーって担架みたいな車輪がついたのに乗せられて、なんかドッとくドッとか、で結局緊急手術受けまして、何だったのかっていうと、要するに、腸、大腸のところにがんができてて、もうかなりもう終わりの方で、がんがでっかくなりすぎて腸が塞がってたんです。そこに僕が、ね、酒飲んだりたくさん食べたりしたのが1ヶ月分溜まってんです。1ヶ月分で、後でね、その MRI の断層写真見せてもらったら、もう気味が悪いですよ。こう腸詰めのような、ソーセージのような腸になっちゃってて、しかもそれ一個一個ものすごくもう破裂寸前で、これあと1日手術が遅れたったら死んでたそうです。もうすでにね、開腹手術ですぐお腹開けてくれて、見たら腸壁にすでに亀裂が走ってて、腸壁が破れたら、ね、歩いてる、こうやって普通に歩いてる瞬間、腸壁が破れたら、その途端出血、失血で気を失って倒れて、そのまま死亡するんだそうです。いやー、その前の日、私親戚乗せて車で岡山から山口まで走ってたんですよ、高速道路。その時に腸壁破裂になってたら、みんな一巻の終わりです。で、もう手術終わりました。で、もちろん麻酔してますから痛くはありません、手術中は。だいたい記憶もないんですよ。皆さんも全身麻酔で、ね、手術なさった方もいらっしゃるかもしれませんがね、私ね、ちょっとへそ曲がりで、で初めて全身麻酔受けると、でお医者さんがね、さあこれでね、意識なくなりますよ、今から点滴に麻酔薬入れますからね、次に目が覚めた時はもう手術終わってますから心配いりませんよって言ってくれて、でへそ曲がりだからね、これからね、点滴に麻酔薬入れるっていう時にね、俺は麻酔薬なんかじゃ意識失わないぞと思って、目をカーッと見開いて、絶対に意識なんか失うもんかと思って、目本当に真剣に必死で歯を食いしばって目開けてたんですよ。そしたらね、麻酔薬が注入され始めてほんの 0.5 秒ぐらいで、笑っちゃったんです。私、なんやこれと。なぜならまぶたが閉じるわけでも何でもないんです。もう今あんまりありませんが、昔ブラウン管形式のテレビありましたね。まだご自宅にある方もいらっしゃるかもしれません。液晶じゃないブラウン管のテレビ、あれついてる時に子供か何かがコンセント引っ掛けてプンと抜いた時に、電源、あの時にブラウン管どうなるかっていうと、ピューンってなんか音を立てて、横に白い線がピューンと走って、それがまた短くなって点になって真っ暗になる。あれと同じ現象が起きたんです。麻酔薬入れられてるうちに目をこうやって見開いてる、これがね、プーンって音はしませんでしたが、白い線がピュッと走って、それが小さくなって、でもう終わりで、僕はあ、なんだ、人間が麻酔薬で意識失う時にはテレビのコンセント抜いた時と同じになるんだ、面白いなと笑いかけたら、もう意識なかった。その次の瞬間、肩を誰かが叩いてて、お医者さんが、はあ、やっと終わりましたよ、無事に手術終わりましたからねって言ってくれて、もう一瞬です。ところが実際は6時間、ね、2時間の予定の手術が、ね、開けてみたら、その腸をせき止めてた原因がね、がんだったと。しかもよけてみたらね、
他の臓器とかいろんなところに転移してると、これこのままじゃやばいというんで、とにかく全部内臓全部外に出して、外でちょん切って、で見える限りの転移したのは全部ちょん切って、でくっつけて元に戻したと、そういう手術だったそうです。もう6時間で、その途中ね、医者はねすぐには教えてくれなかったんです。3年5ヶ月してやっと教えてくれた。手術中に私一度死んだんですって。よくテレビドラマであるでしょ、こうバイタルがピッ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 ピー、ご臨終ですって、あれやっちゃってたんですって。2分30秒ピーが続いて、もう医者は慌ててすぐに蘇生措置、なんか知らない電気当てるのか、なんかその薬入れるのか、その必死で生き返らせていただいて、でやっとまたピッピッピで全員ほっとして、でそのピーという間にね、私ね変なものを見てたんですね。で私実はその3年半後に医者がねそのことを言ってくれる前は、手術中に死んでたなんて知らないから、僕はあれは手術が終わってから集中治療室で自分が見たイメージだろうなとずっと思ってたんですが、どうもその2分30秒死んだ時に地獄さまよったみたいで、でその時に本当に地獄見たんですよ。まあ当然僕は地獄に行くような人間ですから天国は見られませんが、とにかくねもう怖くて、怖いってねもうすごいんですよ。もうドロドロして、もうヘビがもうトグロ、真っ黒いヘビがトグロいっぱいいて、トグロ巻いてて、そのヘビの顔がもう怖い、あの仁王様みたいな顔で、もう伊藤将の怒ったような時のお顔のような雰囲気、これ冗談ですよ。あのでも怖くてもう痛くて、で結局ね私カトリックのキリスト教の大学に勤めていて、信者じゃないんですよキリスト教の。でも大学の中にマリア様の像がいっぱいあるんですよ、シスターたちがいつもお祈りしてる。だから当時の僕にとってマリア様のイメージっていうのが一番こう思い起こしやすかった。そこでね私もとりあえず信者でもないのにマリア様に助けてくれとすがったんですよ。でもう本当にすがったんです。それぐらい怖くて痛かった。そしたらねそのいっぱいね伊藤和尚さんが怒った蛇がいっぱいいる、そのねもうドロドロしい世界の右下に、今もはっきり覚えてます、ちっちゃい白い点がポンと現れて、あれなんだろうと思って、それがどん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 大きくなってきて、このくらいになったらね分かるんですよ、それ形が白い鳩だったんです。それがさらに大きくなって視界を全部覆ってくれて、その驚しいその地獄絵図が見えなくなって、全部真っ白い白い鳩で埋め尽くされた瞬間、痛みも恐怖もなくなって、それが多分2分30秒後でピッピッピッって蘇生された時だったと思うんですが、まあ、そういう体験があったんです。だから信者じゃないんですがマリア様にそうやって助けられた。でそこで手術が終わってから、そのお医者さんが主治医がね、とりあえず見えてる間のものは全部がん組織は切り取りましたと、ただし目に見えないのが残ってると、細胞レベルで、それはその手術では取れないから、放射線治療と、抗がん剤をこれから併用してやりますと。でそれ聞いた途端ね、もう僕には無理ですと、あれものすごく髪の毛もね抜けちゃって、それからね色も黒くなって、で気持ちも悪くなるんですよ、あの放射線と抗がん剤って。それ僕の知り合いがその1ヶ月前にその治療をしてて、あまりのその友達の変化にもう俺はこんなのはやらない方がいいなと思ってたんです。でそこで僕そのお医者さん、女医さんです、非常に綺麗な若い、それは良かったんです、その点だけは恵まれてました。でその女医さんに、いやすいません、僕はそんな治療を受けてまで生き延びようとは思いませんので、
もう治療はこれまでにしてくださいと、まあ、申し上げて、でかなり抵抗されましたが、最終的には OK してくださって、じゃあ毎月来てくださいと、血液最近は血液を抜いて、ガンマーカーっていって検査するとがんがあるかないか分かります。あと MRI の断層写真を撮ると、その両方を毎月やるという条件で、まあ、放射線の治療と、抗がん剤の治療はしなくていいと。それでもう13年無事に生き延びております。それはね、実は直後退院して1ヶ月で退院して、やっぱ心配なんですよ。やっぱり放射線と抗がん剤受けとくべきだったかなとかね、やっぱ思うんですよ。このまま俺死ぬのかなと。なぜなら退院の時にね、そのね、綺麗な女医さんはね、綺麗な割にね、鋭いことをずけずけとおっしゃった。あなたね、抗がん剤も放射線もしてないから、長く持っていいですか、長くね、長く持って2ヶ月、早ければ2週間で再発しますよと。そんなことを言われてやっぱ気になります。でそしたらね、ちょうど その時にうちの先ほど言いましたシスター渡辺和子、病院にもちゃんとお見舞いに来てくださってて、で昔シスターに教えていただいたことがあったのを思い出したんです。フランスの、スペインとの国境近くのピレネー山脈の中にルルドという小さな村があります。でそこに昔ねマリア様が出没されて、でそれを見た子供たちが村人に言っても誰も信じてくれなかったと。次の日再びその洞穴に行ってまたマリア様が出てきて、でじゃあ大人たちが信用しないんであれば、ここの洞穴の中に水をね、これから湧き出るようにしますから、この水を飲むなり浴びるなりすれば難病が治ると村人に言いなさいと。でその日子供たちは帰って、お母さんや近所のおばさんたちにそう言ったら、もちろんみんな笑って誰も信じないんです。ところがたまたまその時隣の家の男の子が高熱を出して、まあ、今で言うと疱瘡ですね。で当時だからもう不治の病で、もうこれ諦めなきゃいけないと医者にも言われて、でそのお母さんがもう我が子が大事ですから、隣の娘たちがマリア様に出会ったホラーナの水を飲むなり浴びればいいと言ったんだから、もうそれにかけると言って、そのもう高熱を出してもう苦しんでるその男の子を連れて、そのホラーナまで行って、その湧き出てた水、泥水です。今でこそもうきれいな水になってますが、湧き出た当時は泥んこの水です。その泥んこの水をでその水浴びをさせるんです。その夜のうちにその子は治って完治です。それ以来ローマカトリックの聖地としていまだに全世界から信者さんだけでないです、信者以外の人も難病な、もちろんがんの患者もいれば他の難病の患者もいますが来て、もちろん全員が治ってるわけじゃありません。フランス政府が、当時ノーベル医学生理学賞を受賞されてたアレキシス・カレル博士に、お願いして、どのくらいの人が治ってるかを調査してもらって、でそしたらね 7% は治ってるんです。100人のうち7人は難病がん、そんなものが治るんです、完治です。7人でも治りゃすごいでしょ。でその話を私シスター渡辺から聞いてたんです昔で、そうだ、もう抗がん剤もそれから放射線治療ももうしないんだから、フランスのルルドに行って、あの時手術の時にマリア様にね祈って
恐怖を乗り越えることができたんだから、まあ、お礼参り方々フランスのそのルルドという聖地に行って水を飲もうとで行くんです。幸いその飛行機代は抗がん剤と放射線治療の金額とまあ似たようなもんなので、で無事にはしょりますが、その辺のことはもう僕本に何冊かに書いてありますが、まあ、無事に行って無事にいろんな奇跡も得て帰ってきて、でそのちょうどクリスマスに行ったもんで、日本に1月の頭元旦に帰国して1月の7日頃です、病院に1月の検査で行って、血液中のガンマーカー調べたデータをその女医さんがじーっと見て、あ、これ検査失敗だ、もう一回エッチと抜いてきてとか言われて、いやいやもう先生痛いの僕嫌いだからなんで失敗なんですかって聞いたら、いや先月まで高かった腫瘍マーカーガンマーカーの数値が平常値に落ちてるって、ありえないからもう一回血抜いてきてっておっしゃる。で僕はピンときて、あそうだ、ルルドに行ってお参りしてルルドの水をいただいたのでガンマーカーが下がった、つまりがん組織が目に見えないレベルの細胞レベルのがん組織まで消えてくれたんだと思って、いや先生もうどうせ来月また来ますからって言って、それから13年間ずっとガンマーカーは正常値で、もう今日はもう神父様がいらっしゃって、ここまで ルルドのお恵みを受けていながら、なんでお前は洗礼を受けてないと、さっきから視線がこう痛いんですがすいません。それでもね、本当に私感謝してるんです、マリア様に。でそれからです、私物理学者なのに割とそういうマリア様とかキリストの話とか、それから宗教の話とかに耳を、貸す、心を開くようになったのは、やっぱり人間ね、死にかけないと分かんないです、あるいは一度死んでみないと分かんないことがあります。その点ではね、非常に良かったと思います。で私はカトリックの大学に勤めてますし、そうやってルルドンにも行きました。それからヨーロッパに学会とかで行くたんびに必ずその地区の教会に、信者ではありませんがとにかく教会見たらね、必ず私行くんです。フランスもそれからスイスもドイツもカトリックの国ですから、もう町には必ずいくつか大きな教会があって、で日曜日なんかだとちょうど午前中礼拝をしてる時にぶち当たったら大抵一番後ろに座って一緒に礼拝を受けるんですが、今日ね私驚いたことがあります。私自身の家の宗教は仏教です、日蓮宗です、日蓮宗ですから年に何回か法事の時に日蓮宗のお坊さんが来てくださって、法事をしてくださるんですが、その日蓮宗のそのお坊さんが読経されるのはよく聞いてます。それから私カトリックのそういう経験があるので、教会の中で、神父様や修道士たちがどういうふうにミサ礼拝を行うのかも特にヨーロッパではよく知ってます。で実はここのこちらのイデオ将様とは今日でまだ3回目です、お会いするのはたった3回なんですが、もう友達以上でおいおいお前と何でも言えるんですが、今日ね初めて、これまではね、これまでの2回はこの人本当に坊主なのかと、だいたい髪の毛もあるし、それから雰囲気はとか笑い方見てるとどう見てもこれ宗教家とは思えないと、もしこれが本当に坊さんだというなら生臭坊主だろうなと、まあずっとそう思ってきたんです。で今日初めて法衣を着た出雄将様をさっき拝見して、でしかも
この読経が、ね、始まって今日の式典、親鸞聖人 の、 御聖誕日のこの行事の取り行われ方を見てましてね、驚きました。というのはね、日蓮宗の私の家で時々ある法要、あれ私が檀家になってるお寺での法要とかけ離れすぎてるんです。あまりに違うんです。それから他 の、 宗派の、お葬式にも立ち会うことがよくありますが、そのどれとも違って一番私拝見しててね、一番近いと思ったのはカトリックのミサです。教会でやってる、まさに神父様いらっしゃるので後で皆さんも本当かどうかお聞きくださればいいんですが、主席神父様がリードを取って、でような僕が聞いてるのはフランス語とかイタリア語ドイツ語のそういうものなんですがね、まさに皆さんがああやって昭和されたように信者さんたちも昭和され、それの合間合間に主席神父様がリードをするように一人で非常に甲高い声でまさに歌のように聖書の一節を読まれたりするわけです。それがねそっくりなんですよ。親鸞聖人のこの浄土真宗のこの法要と、それから私自身が家でよく見聞きする、日蓮宗の法要との差の方が、今日のこの法要とキリスト教カトリックのミサ礼拝との差よりも大きいです。びっくりしました。抑揚をつけるあれ、いや そうするとね、井出和尚様がすごいなと、やっぱこの人ただもんじゃなかったんだと、確かに和尚様だし、もしなんなら神父様にもなれる、ただ再退されてるのでちょっとそれは難しいですが、本当に今日は感動したんです。で実は今日ね、何のお話を私すればいいのか随分迷いながら電車でずっとやってきました。私理論物理学者で、物理学の話をしてもまああまり皆さんには面白くないんじゃないかなと。で井出和尚さんは何の話でも好きなことを言ってくれていいからとはおっしゃってくださってた。でもね、本当に私何か皆さんにプラスになるようなことをちょっとでもいいからお話ししたいと思って、実は親鸞聖人のこともある程度ちょっと本をかじってみました、ね、読んでみたということじゃないです、かじっただけです。でそうしましたら、親鸞聖人は、ね、法然聖人について、で法然聖人の秘伝の巻物を唯一それを書き写してよいというふうに言われたすごい優秀な、方だったと、まあ、書かれてます。法王と思って、実は法然聖人は岡山出身です。岡山、私も岡山出身で、今も岡山にあるノートルダム聖心女子大学に勤めておりますが、岡山っていうのはね、意外な人物が生まれてるんです、歴史上の。例えば法然聖人、法然聖人が生まれた場所は今、浄土宗のお寺になってます、誕生寺と言います。法然聖人が誕生されたから誕生寺というお寺です。なぜかその誕生寺がある久米南町という町は河童で村おこししてますが、でそれ以外にもね、岡山は例えば吉備の真吉備が出てます。でさっき井出和尚様の弟義務から、これも信州の、ご僧侶ですが、お坊さんなさってますが、なんと吉備の真吉備はこの佐賀にいたんだと。それ全然私知りませんでした。岡山で生まれた、吉備の国で真備町というところで生まれてます。それで吉備の真吉備と
いうらしいんですが、あと和気の清麿も、生まれております。でその和気というところで生まれてまして、私の、日蓮宗の私の家が檀家になっているお寺さんが、本成寺といいますが、それが和気にあります。その和気の清麿が出た、まあそんなことはそのだから僕が偉いわけじゃないんですが、あの和気の清麿、それから吉備の真吉備、法然上人、そういう人たちがね岡山にからまあ出てます。でそれをまあ我々岡山県人は誇りに思ってます。その後その岡山からはそれほど、著名な先生方は出ないんですが、一人、太平洋戦争の前から後にかけて、物理学者で素晴らしい先生が岡山から出ます。あまり一般の方には名前は知られてないんですが、西名義雄さん、西名義雄先生という、物理学者です。非常に優秀な物理学者で、公式に名前が残ってます。物理学の公式で、素粒子論の公式なんですが、クライン・西名の公式っていうのが残ってます。でこの西名博士は中世大学には、ね、東大とか京大とかそういう大学には席を置かずにご自分で会社を始めるんです。そういう科学的な研究をするための、それが理化学研究所といいます。今もあります。今は国の、ね、研究自然科学中心の研究機関になってますが、あの理化学研究所を作った人が西名義雄です。でこの西名義雄先生がすごいのは、当時京都大学にも東京大学にも他の東北大学にしろ名古屋大学にしろ大阪大学にしろ、当時の国立大学に物理学を本当に当時のヨーロッパの水準で教える先生がいなかったんです。教えられる。でそこ唯一がそのクライン・西名の公式っていうのを、見つけた西名先生だったんですが、西名先生は大学に席を置いていない。だから西名先生の教えを乞いたいと思っても当時の学生は難しかったんです。その難しい状況の中で、むしろね逆に当時の大学の教授たちに言わせれば、あんな理化学研究所なんてね、出来たてのそのわけのわかんない会社作って、なんかやってる西名義雄なんてダメだよと、あんなとこに君ら行っちゃいけないよとまで言ってた。そこにね一人の京都大学の学生が行くんです。頭下げて、あの京都大学の物理の教授たちの話はもう古すぎて話にならないと思います。ぜひ先生の新しいヨーロッパで見聞きしてきた話を教えてくださいと。それが後に日本で初めてノーベル賞を受賞される物理学者の湯川秀樹先生です。だから岡山出身のその西名義雄がいなかったら、湯川秀樹先生も当時の外国のレベルに追いつけなくてノーベル賞も受賞できなかったんです。それぐらい西名義雄先生っていうのは素晴らしい先生だったんですが、まあ、残念ながら日本のアカデミズムの世界からは無視され続けていた。でもそれでも湯川秀樹先生はこの人だと思って、ね、他の教授たちからはね、あいつダメだよあんなとこに出入りしてるからと、そんなことはもう度外視して研究のため自分の考えを、ね、突き進めていくために行くんです。でその湯川先生、実は私もその晩年の最後の弟子の一人です。湯川先生は終生そんなにたくさん論文書かれなかったんです。その湯川先生は本当に論文は書かれなかったんです。
確かね、5編も書いてません。4編ぐらいですね。一番最初に初めて書いた論文が中間子論の論文で、それでノーベル賞受賞された。それで国はもう慌てて京都大学に湯川記念館というその基礎物理学研究所を建てて、そこの教授に就任されます。もうあとはもうほとんど論文書かれないです。もちろん研究はされますが、こんなことちょっと普通はね、ちょっと思いついた程度ですぐに論文に書いて業績にするんですが、先生はもうそんなのは卑怯だとおっしゃる。もうとことんね、物理学の世界を変えるような論文しか書いちゃダメだと。いや、そしたら一生に一回あるかないかです。でもまあ先生はそういうお方でした。で晩年、最後の最後に一つ新しいその中間子論を出されてノーベル賞を受賞されて、それから数十年経って、で最後に晩年もう一つ理論を提出されます。それが素領域理論という名前です。素領域理論って何かっていうと、この空間、これのっぺっとして何もないと思われるこの空間が、実は背後にいろんな構造があるんだと。それは見えないし、実験的に探る方法がないから我々は知らないだけだと。そういう理論を展開されていきます。で当時僕は京都で大学院生だったんですが、何か研究を、ね、大学院ですから研究を始めなきゃいけない。当時の僕が唯一これは面白い、これはすごいと思えたのがその湯川先生の素領域理論で、それで僕は湯川先生の前で2度セミナーさせていただいて、素領域理論について2編論文を書いていただい、書かせていただいて、湯川先生が亡くなられる頃には僕はちょうどスイスにいたんですが、スイス のフランス語を話す地区にジュネーブという町がありますが、そのジュネーブの大学に、いまして、で湯川先生にちょうど2本目の論文を書いてお送りした郵便で、でその論文のコピーを湯川先生が握りしめて病院で亡くなられたという話を、これまた3年後に先輩が教えてくれるんですよ。いや、その時に教えてくれたらすぐスイスから飛行機に乗って飛んで帰ってもよかったのにと思いますが、もう遅かりし蔵之介です。でもとにかく私そうやって湯川先生が晩年お考えになった素領域理論というのを唯一、継ぐことができた弟子の末席を汚すものとして、今回イデオ賞にまあぜひどうだうちでねこの日話してみないかと言われて、今日5月21日にというこの親鸞聖人のご生誕の日にこういう講話をさせていただく。これもね、何かその親鸞聖人ではありませんが、何かそういう仏様神様、そういう何か大きな存在が僕を突き動かしてくれたのかなと思って、ちょっとで調べてみたんです。それまで僕はね、恩師でありながら湯川先生のお墓参りすらしたことなかったってことも思い出しました。もちろん湯川先生だけじゃありません。他の先生方のお墓参りってそういやしてないなと。物理学者ってだからダメなんですね。恩師のお墓参りって普通常識、世間の常識なら1回ぐらい行くべきだろうと。それがね、微塵もそういう発想がなかったんですよ。で、そういや湯川先生のお墓参りどころか、湯川先生のお墓がどこにあるのかさえ知らないという事実に今回気づかせていただいて、じゃあちょっと先輩に聞いてみようかなと思って、先輩に聞いてみたら誰も知らないんですよ。死んじゃったらもういくら偉い物理学者でも、死んじゃったらもう何も教えてもらうことないので、
もう忘れ去ってしまう、まあ、本当に非常識な学者が多いんです、この世界は。で、私もね、もう一体どこ、もうあのご家族も奥様 も確か数年前亡くなられてますし、どうしようかと思ってましたら、たまたまね、面白い話が飛び込んできまして、日本の数学者で岡清という人がいました。何人かの方はご存知かもしれません。もう日本が誇る大数学者です。もう、数学の中で当時あの数学はいまだにフランスが主流です。フランスが最も数学の研究のメッカになってますが、そのフランス人の数学者たちをあっと言わせたんです、この岡清っていう日本人の数学者。当時フランスの西洋の数学者たちがどうしても解くことができなかった難問中の難問をことごとく解いていったんです。で、あまりにあっという間にたくさん解いていくから、日本人には岡清という名前の数学者が10人いて、その10人が交互に論文書いてるんだとまで彼らは思ったぐらい、たった一人の人間技ではないと。で、その岡清っていう方は日本ではそんなにね、すごいその数学者だという評価よりも変人だと、おかしい人だという評価の方が高かったんです。どんなに変人なのかというと、ずっと奈良女子大学、ね、奈良にあります女子大です、奈良女子大学で数学を教えてらっしゃった。ずっとある日、ある時、彼の数学の授業で学生が一人、真剣に授業を聞いてないし、でちょっと質問して、お前このこれ解いてみろと言っても全然できないし、それだけじゃなくて受講態度が悪くて、要するに真面目に講義を聞いてなくてできない。でそこで岡先生怒って、お前裸になって立ってろと言ったんです。今これ言ったらセクハラでクビになります。僕が僕の女子大で学生にお前裸になって立ってろと言った途端、もうクビです。いくらシスター渡辺にいやすいません、僕そんなつもりなかったんですとか言ってもダメですが、当時は良かったんです。当時はただ新聞には紹介されてしまって、で本当にその学生もね、女子大で他に岡先生以外はみんな女の子だから平気で脱いで裸で立ってたんですって。まあ古き良き時代です。でもね、やっぱりそんなことをやって新聞沙汰になったから、今と違ってクビにはならないけれども、岡清先生はなんとなくね、大学奈良女子大学にいるとなんか嫌だと、なんかみんなからひそひそ言われてるとか、授業も学生がボイコットして出てこないとか、そういう窮地を救ったのが湯川秀樹先生だった。湯川先生は旧制三高、つまり京都大学の教養部時代に数学をその岡清先生が若かった時に習ってるんです。旧制三高の教員を最初、岡清先生はして、で数学を講義してた。その講義を湯川秀樹先生が学生の時に受けた。で湯川先生の晩年の随筆「旅人」っていうのがありますが、そこにはっきり書いてあります。旧制三高の授業の中で面白いのは唯一岡清先生の数学だったと書いてあるんです。その他の授業は全くつまらなかったから、自分は原著、つまり外国の著名な先生方が書いた英語とかドイツ語とかフランス語の教科書を読んで勉強したと。いや、すごいです。で そのことで湯川先生は岡清先生のことを尊敬してましたので、どうも岡清先生が奈良女子大学でなんとなく
立場がまずくなってそうだということに気づいて、で当時もすでにノーベル賞を受賞されてて、その京都大学に基礎物理学研究所を建ててもらってますから、もう湯川先生が右って言えば京都大学の中はみんな右向く、そんな時代でした。そこで湯川先生は岡清に、先生、ほとぼりが冷める間京都大学に非常勤でおいてくださいと、その間奈良女子大学には行かなくて済むじゃないですかと言うんで、結局2年間岡清先生は湯川秀樹先生のおかげで京都大学に逃げることができた。で2年すればもう忘れてます、奈良女の方も。でまた奈良女に戻られるんですが、でその2年間京都大学にいらっしゃった時にすごいことが起きるんです。いいですか。奈良女で女子大生にお前裸で立ってろと言ったがために立場が悪くなっていた方を、恩師を何とかしよう、助けてあげようと思った湯川先生が京都大学に2年間それだけの目的で来ていただいて、自由に研究してくださいって言って研究室も用意して、でよくそこで湯川先生と、岡清先生がいろんな議論をされてたそうです。それがあったために実はすごいことが起きるんです。何かっていうとね、それまで湯川先生は物理学、理論物理学、もうそんなことしか頭にない、もともと小川家というその小川、三兄弟って優秀な兄弟がいらっしゃった小川家の、お子さんで、養子で湯川家に行かれるんですが、小川家では漢文の素読とかもうそういうきちんとした、その教育は受けてたんですが、いわゆる宗教、まあ仏教、神道、キリスト教、まあさまざまな宗教についてはほとんど門外漢だったんです。だからキリスト教も仏教も神道もごく一般の人が知ってる程度のこと、そういう興味しか先生はその頃まではお持ちでなかった。ところがね、岡清っていう方はすごい数学者で、ちっちゃい子 もう何人かいますから、よく覚えててください。コツコツ自分でね勉強したってダメなんです、数学や算数は。あれはね、こうふっと湧いてくるんです。でふっと湧いてくるためにはどうするかと、ね、できるだけたくさん寝るんです。本当に寝てる間に魂がそのあっちの世界に遊んで、あっちにね真理の絶対的真理の世界っていうのがあるんです。で眠ってる間、意識がある、起きてる間はいけません。気を失う、眠ってる、あるいは死んじゃう、それはまずいですが、その間にしか行けないんです、その絶対的真理の世界で。岡清先生は実は生まれながらにしてよく寝てた人なんです。で起きても必ず布団の中でゴロゴロしてた、そしてまたうとうと眠ってしまう。大学の研究室でもソファーでこう横になってるとまた眠ってしまう。その眠るたんびにその数学的真理をそっちの世界で見つけて見て、それを持って覚えて戻ってくる。そうすると目が覚める。覚めた時にまだ残ってんですよ。え、こんな式があったぞとかね。でそれをすぐノートに書いて、そこからまた計算し始めて、あ、すごいことが分かったと。それは生まれながらにしてそういうふうな研究方法をなさってたんですが、その頻度というか深さというかレベルがある時からぐんと上がります。それまではうとうとしてる時にちょっとひらめくとかね、まあ8時間ぐらい眠ってる間に
夢にこうなのが見えたとか、その程度、まあ普通の人の延長だったんです。ところがあるお坊さんに出会います。あるお坊さんで、なんでそんなお坊さんに出会うのかというと、実はね、岡清先生は面白い方で、いつもね長靴で歩いてたんです。長靴、ゴム長です。夏も、夏暑いのにゴム長で歩いたらもう水虫だらけになるような気がするんですが、それを平気でなさってた。理由は革靴だと歩くたんびにかかとをついた時のショックが頭に響いて数学が考えられないと。でゴム長の場合は柔らかいから、特に夏はふにゃっとなるから振動が来ないんで済むんだと。で晩年に犬散歩して長靴で歩いてピョンと飛び上がってる写真が残ってます。そんな面白い先生だったんですが、ある時ある坊さんに出会います。それがね、調べてみると、まあこちらの親鸞聖人と、つながるんですが、親鸞聖人の先生、さっき言いました岡山出身の法然上人で、法然上人が浄土宗を起こされます。で法然上人は親鸞上人に秘伝の巻物を全部書き写していいよというふうにおっしゃったように、割とお弟子さんというか若い優秀な人たちにそれぞれに何かやりなさいよというふうに便宜をどうも図っていたような気配があります。でその便宜を受け取って一番こう今日大きくなっているのが親鸞聖人の浄土真宗ですね。で他にも何人かお坊さんがやはり、この浄土宗からまあ別の似たような、ほとんど法然上人の教えの延長なんだけれども何か他の派を起こすということを法然上人は、まあ、割とお許しになってたようで、その中に、光明派、光のが明るいと書きます、光明派というのができます。浄土宗光明派です。何々なんとか宗という名前をつけなかった、単に光明派と、本当は浄土宗光明派なんですが、もう今ではもう光明派で分かる人には分かるそうです。でこの光明派の中高の祖と言われている和尚様が空外、空の祖と書きます。真言宗の空海は空の海と書きますが、この和尚さんは空の外、いい名前でしょう、空外、空の外、つまり空間の外、つまりこの空間の背後にある真実の絶対的真理の世界というのをなんとなく匂わせる空外。もし僕が井出和尚様のご許可を得て、もしここで得度させていただけるときには名前としてはまあ空海ぐらいにしようかな。空海って真言宗の空海じゃなくて食べるかと、岡山弁で空海っていうのは食べるかっていう意味なんですが、そっちにさせていただくかもしれませんが、とにかくね、空海和尚という方に岡清は出会うんです。でこの空海和尚っていうのは実は若いんです。当時の岡清より若かったにもかかわらず岡清は傾倒します。でこの空海和尚はどういう方かというと、確か鳥取県でお生まれになって、学生の時に、つまり旧制高校の時に、広島にいらっしゃって、広島で原爆に被爆します。で原爆症に苦しみながら戦後井出和尚様と同じで東大文学部に入られます。
で、ただ井出和尚と違って空手部の主将はなさってなくって、空海和尚はその体の原爆受けてるので体はお強くなかったので、ひたすら、ご自身 の、 あの研究に打ち込んで、で大学を出てから光明派の、ね、光明派の坊さんになるんです。で広島に戻って、ずっと広島で戦後復興を手伝いながら、その原爆の被災の後の復興を手伝いながら、その光明派の、まあ、お寺というか研修施設のような形で、光明派の教え、を広めていきます。でそこにその人と岡清が出会うんです。で出会って感銘を受けて得度します。つまり光明派の門人、門弟になります。つまり坊さんに、見習いの坊主になって、で光明派は何をするのかというと、ひたすら木魚を打つんだそうです。延々と木魚で、その木魚を打つことで坊が、つまり画、を取る、その雑念を取る、神画を呼び起こすと。で岡清はなぜそれが気に入ったのかというと、簡単だと、ただ木魚を叩いてりゃいいんだと、で木魚を叩いてる間に数学のことを考えてもいいんだということで、岡清はこの光明派に傾倒して、それ以来ずっと朝晩お勤めと称してご自宅で木魚を延々打つんです。それからなんです、彼が眠る時間が長くなるんです。ある時は1週間ぶっ続けで意識がないままなんです。家族は心配して、医者も呼ぶんですが、医者もびっくりして、正常なんですよ、正常なんですが、呼吸もしてるし決しておかしくはないにもかかわらず、1週間も目が開かないんです。くたーっとして一度も目は開かないんです。意識が戻らない。ある時は1ヶ月超えた時もあったそうです。でその間じゃあ何してたのかっていうと、目が覚めた時にすぐ枕元に用意して膨大な数式をバーッと書くんです。ノートにいっぱい。それはこの1ヶ月の間、意識が絶対真理の世界をさまよって、彼がそこで数学的真理、いろんななんとかの定理とか、まだ人間が発見してないそんなものを見つけては、意識が戻ってきた時に書く。それがその光明派の修行をし始めてからどんどん深まっていって、1ヶ月起きないっていうのはザラになってしまう。そしたらもう大学なんか授業行けないでしょ。もうでも幸いね、女子大生を裸にしたようなけしからん先生だから、むしろ来てくれない方がいいというふうに奈良女子大も思ってたみたいで、自由にそういう変な研究をまあしてたんです。ちょうどその頃に湯川先生がその、ね、昔京都大学の教養部で教わった、まだもうちょっとまともだった頃の岡清先生だと思って京都大学に呼んだわけです。で研究室で互いにいろいろ話をしてる中で、なんとね、岡清先生は湯川先生をその空海和尚に会わせるんです。でもちろん多分ね、最初は湯川先生ね、まあ岡清先生がここまで言うんだから、まあ断るのはね、無下に断るのは悪いと思った程度で一緒に広島に行ったと思うんですが、一目会って湯川先生は感動されるんです。すごい人だと。で湯川先生もその場で得度されます、その光明派に、空海和尚に。でそれ以降、湯川先生もそれから岡清先生もひたすら木魚を打って物理や数学の話をそのひらめくように努力されるような。で
その後、湯川先生はアメリカの一番すごいプリンストン大学にあります、高等研究所に招かれます。ノーベル賞受賞されてるすごい先生だということで、終戦後も日本がだいぶ復興してきたので湯川先生が招かれていきます。で、招いてくれた相手が、アメリカの物理学者でオッペンハイマー、これもノーベル賞受賞した立派な物理学者なんですが、実はオッペンハイマーという物理学者はアメリカのマンハッタン計画、つまり広島と長崎に落とした原子爆弾を開発する責任者だったんです、オッペンハイマーは。そのオッペンハイマーに、その湯川先生はプリンストン大学の高等研究所に呼んでいただいて、でそこで、いろんな議論をする中で、今度は湯川先生がその、ね、広島に原爆を落とした、その原爆を開発した物理学者であるオッペンハイマーに空海和尚のことを言うんですよ。そしたらオッペンハイマーは何を思ったか、それはすごい人だと、ぜひ俺も弟子になりたいと言って、湯川先生が連れてオッペンハイマーが日本に来るんです。で、日本に羽田に着いてすぐに広島に行って、空海和尚に頭下げて、この人がぜひ光明派に入りたいと言ってるんですと、で英語での説明は私がやりますから、ぜひに得度させてやってくださいと湯川先生が言われるにもかかわらず、空海和尚はお断りになるんです。別に自分がね、被爆して原爆を作った、開発したオッペンハイマーに恨みがあったからじゃないんですよ。理由は悪いけれども、あなたの熱意はわかると、ただしいくら熱意があってもあなたはアメリカ人だと、白人だと、この光明派のこれはおそらく日本人でしかわからない、日本人でしか多分理解してもらえない、なぜならそこに何もお経があるわけでも、何か思想があるわけでもない、ひたすら木魚を叩いて、ひたすら木魚を叩いて自分の生涯を取り払う、それだけなんだと。我を取り払ったらそこに真我が現れて、もう神様なり、ダルマなり、そういうものとつながって自然界のあらゆる摂理が分かるようになるんだと。その事実はおそらくアメリカ人の方には到底お分かりいただけないし、到達してもいただけないと思うので、誠に申し訳ありませんがお帰りくださいと。でオッペンハイマーは納得するんです。なるほどと、我々アメリカ人は確かに、非常に論理的にものを考える、理性で考えていく、特に科学者はそういう、立ちでやってきていると。おそらくそれでは我々がまだ見抜けないこの世界の裏の本当の部分のことがあるんでしょうと。それはもうあなた方、特に湯川先生、岡清先生、空海和尚にお任せしますと言って帰っていかれる。いや、これも大した、やっぱり大した物理学者だなと思います。で、以来岡清先生のおかげで空海和尚のその光明派の考えに賛同して、ずっとその、修行も積んでいかれる湯川先生が、実は晩年、さっきも言いました、私が、少し感じたこの素領域理論、この目に見えないこの空間の背後に、ね、この宇宙空間の背後に何がどういうふうに展開してあるんだということを突き止めようとする、そんなところまで湯川先生が物理学者として考えを及ぼすようになったのは、実は空海和尚のお考えだったんです。空海、まさに空海和尚様がこの世界をそのように
捉えて、でそれを岡清先生、大数学者の岡清先生も、彼もそれをそのように空海和尚から教わって、でただ岡清先生は物理学者ではなくて数学者だったために、この空間が何からできていると、物理学者だった、ね、素粒子論を研究されてた湯川先生は、この空間の背後にあるのは目に見えないほど小さい素領域というもんだよというふうにお考えになったんですが、数学者である岡清先生はね、この空間何でできてるか、一言、愛でできてるとおっしゃった。愛で、情とでも言われたことがあります。愛とか情、つまりそういう本当に我々の心の奥底でしか理解できない、そういうもの、愛に満ち溢れてるんだと、愛が充満してるんだよと、それが実は空海和尚のお考えだったんです。愛が充満してるからこそ、何も愛だ愛だとは言わなくても木魚を叩くだけで生涯がなくなる、つまり自我意識が薄くなっていけばいくほど元々の愛が深まっていく。これもほとんどキリスト教なんですよ。キリスト教とユダヤ教が何がどこが違うかっていうと、愛を前面に出しているのがキリスト教。すいません、神父様の前でこんなことを申し上げて お許しいただければ、本当に愛の宗教なんです、キリスト教っていうのは。何時の隣人を愛せよ、何時の敵を愛せよという言葉、皆さんもね、聞いたことがあるかもしれません。まさに愛を前面に押し出した。で仏教も慈悲というふうな表現がされますが、やはり慈悲、慈愛です、愛です。でそれが空海和尚にとっては、この世界が愛でできてるんだと。でそれを岡清先生は数学者なので、それは情という表現をする。情だよと、情が深いとか、ね、そういう情です。で物理学者であった湯川秀樹先生は素領域、まあね、いかにも物理学っぽい名前なんですが、でもそうすることによって物理学者もそういう方面に興味を持ち始めるという意味では良かったと思います。まあ現に私だけですが、弟子うちの中でも後々その素領域理論を、研究していく、そうしているうちに、カトリックのシスターたちが、運営する大学に拾っていただいて、でそこで、やってるうちに、先ほど言いましたように、がんで死にかけて、まあ、実際手術中に2分30秒死んじゃって、その時にひたすらマリア様に祈ったら、なんかそういう地獄から救っていただいた。じゃああれは単なる空想だったのか、そのもう死んだ時になんかね、臨死体験のようなものをしただけなのかと、もう解釈はどのようにでもつけられるかもしれませんが、僕自身はやはりマリア様に必死ですがった。私信者でありませんが、よく聖書は読みます。叩けよさらば開かれん、求めよさらば与えられんと、必死でその時苦しみとか痛みから、ね、救っていただくために必死で、信者でもないのにマリア様にすがったわけです。そしたらちゃんと助けていただけた。やっぱりこの事実っていうのは別にどの宗教も同じだと思います。で特にこちらの井出和尚様、先ほどの空海和尚と和尚様とほとんど同じご経歴です。同じ東大文学部、しかもこちらは空手部の主将までなさって、悪いやつもやっつけていただけます。でその上で先ほど拝聴いたしましたこの法要の
ね、読経、これまさにあのミサで、つまりキリスト教のそういうその教会での、そういうイベントですね、毎日、毎週日曜日にやってます、そのミサ、そのミサの雰囲気と同じ、つまり神父様のお役目もなさる、もちろんお坊様でいらっしゃる、空海王将をひょっとして超えてらっしゃるかもしれない。でそこに皆さん今日ここお集まりくださって、親鸞聖人のお誕生日をあの各も盛大に祝ってくださって、でこれからもう1年間来年の今日まで一度この井出和尚様というものをね、今まで以上に興味を持ってあの眺めて、本当はこの方はどういう方なんだろうと、いつもはねジーパン履いてなんかよく分かんないあの人たち連れてあの不思議なことをしてるように見えるよと、でもね本当に素晴らしい方だと思います。今日3回目にしてやっと私も納得できました。皆さんは3回以上じゃないですよね、もっとたくさん井出和尚様に、お会いしてるわけですので、あのぜひ興味を持っていただくということは何かと言いますとね、あの皆様も、ご存知でしょう、あのインドに、マザー・テレサというあのシスターがいらっしゃいました。今カトリックの聖人になってらっしゃいますマザー・テレサで、そのマザー・テレサが、昔こう言われてます。愛の反対は、ね、何かと、それはね剣を嫌いだとかそういうことじゃないんだと、愛の反対はね無関心なんだと、全く関心を示さないことが愛の正反対ですということは、ね、愛って何かというと無関心、愛の反対が無関心なんだから愛は無関心の反対ですね。無関心の反対っていうのは関心を寄せればいい、もっといつもよりももっと関心を寄せればそれが愛なんです。まあそういうふうにマザー・テレサがおっしゃってます。ということは皆さんがこれからこの1年間ね、井出和尚様に接するたんびにね関心を抱いて、今日はひげが伸びてるぞと、だいぶ頭白くなったなとかね、そういうふうに関心を寄せて井出和尚様をご覧になれば、すなわち皆さんが井出和尚様を愛してることになるんです。愛してる、そうすると井出和尚様はこの西念寺のご住職として皆様に愛されてる素晴らしいご住職だということになります。この1年どうぞあの、この1年間、来年の5月21日までのこの1年間ぜひそういう意味で、西念寺ご住職の井出和尚様を関心を持って目を皿のようにして穴が開くように見てあげてください。そうすると彼は愛されてどんどんもっと素晴らしいことをなさってくれます。あの読経も今日よりもさらに節回しが天に昇るようになって、皆さんも本当に西念寺に来てよかったなと、まあ、そういうふうに思っていただけると思います。最後持ち上げすぎたかなとも思いますが、まあ、あのせっかくの親鸞聖人のお誕生日ですし、年に1回ぐらいはあの皆さんもぜひ褒めて差し上げてください。今日はどうもあの変な話であの1時間半濁してしまいましたが、今日私がお話しした話は内容はあの真実ですので、ぜひ皆様もあのこんな人は
俺好きになれないよとかね、こんなやつのことをよくは思えないという時も、そんないちいち愛そうとか好きになろうとは思わなくて構いません。関心を持って見てやってください。え、この人ちょっとね、シャツの襟がヨレヨレだけど独り者なのかなとかね、まあどんな関心でもいいです。関心を寄せていただければ、そこから愛でつながっていく素晴らしい世の中になると思います。まずはこの伊万里からよろしくお願いします。ありがとうございました。Ooh.
ますように。皆さんこんばんは。ここのお寺でこの合体の機会に歌わせていただくのは今回はもう3回目になりますので、また来たんだなというふうに思われるかもしれないんですけど、いつもありがとうございます。声楽だからエグザイルを歌うのはちょっとっていうふうにちょっと言っていただいたんですけども、私がなぜこれを今回やらせていただこうかなと思ったのは、ここ 2,3 年ちょっとかなりこのグループに関心があって、すごいグループだなっていうのをつくづくこう思ってですね、エグザイルはですね、最初Jソウルブラザーズっていう名前だったんですね。その3代目と言われているのが初代です。でその時は5人のグループでした。でその前にズーっていうグループがあって、そこで調子に乗りすぎてというか、ちょっと舞い上がってしまって失敗して、もうすごくスターだったのにもうスターから転げ落ちて仕事がなくなってしまった一人リーダーの人が、どうにか今後また這い上がっていきたいということで作ったグループだったんですね。でも最初はデパートの屋上で踊ったり、踊れるところといえば踊って歌ってっていうことをしたんですけども、最初の数年間はもう日の目を見ることもなくて、一番お客さんが少なかった数は0人ですね。誰もいないところで踊った経験もあるっていう。でその5人でやってる中で歌の人が1人だけもう抜けてしまいます。でまたちょっと頑張ったけどどん底に落ちてしまうわけですけども、その時2人ボーカルの人たちが入って合わせて6人に増えるんですね。でその時にJソウルブラザーズっていう名前を EXILE っていうグループ名に変えて、そして活動を再開していくわけです。でその時に EXILE っていう名前も何も出ないドラマの挿入歌を、歌わないかやらないかっていうのをもう笑おもすがる思いでやらせてくださいっていうことで、その曲がグループ名も何もわからない中で売れて、そこからスタートするっていうですね、そういうふうな、でたまたまって言ってもあれかもしれないんですけども、売れるきっかけができたグループですね。その最初のデビュー曲からちょっと歌わせていただければと思います。確かに何もかもが予定通りのわけじゃないから、駆け出したくなるけど、それでも思い描く自分に少し近づけたかな。Now I know 曖昧な夢の行方をその瞳に映して、ただ君がくれる笑顔を探し続けてたね。したくて遅すぎる言い訳さ、もう一度もしまた会えたら少し胸を張れるかな。 Where you now 曖昧な僕の未来
て矛盾だらけのわがままで傷つけてたね。この最初の6人でなんとなくあなんかこう CD が売れ始めたみたいな感じでですね、この曲はそのボーカル2人はですねあの顔を合わせてこの2人で行こうこの2人と一緒にグループ作って EXILE としてやっていこうって顔を合わせたその時に24時間その会った瞬間から24時間かけてレコーディングし した曲なんですね。すごいことだと思います。まだメンバーになるかどうかも定かじゃない人たちで曲を入れてそれがドラマの挿入歌になって売れたと運命的な感じの曲ですね。でもう一曲この第一章の中からですね Song for you っていう今日はお休み Missing this song
すぐここに置いて、君の夢の中で閉ざされた胸目覚めるまで歌い続けているよ。だから今日はお休み。 We sing this song for youここにいるよ。いつも胸の中でずっと見つめ続けてるから、何もできないけれどこの歌を届けよう。 We sing this song for you tonight. Sing this song forしくて涙も枯れて
優しい光がそっと僕を照らしてる。抱きしめたいあの日の僕は、まっすぐにしか愛せなくて、二人歩いた公園、何気ない時が過ぎ、いつも君は黙ったまま寄り添ってくれたよね。君の中の孤独を照らす優しい光になりたくて、夏の星座に誓ったあの日、いつか君を照らすから。悲しい瞳に何もしてあげられない。月の明かり切なすぎて、僕の気持ちを映し出す。離れることなどないとずっとそう思ってた。さよならが来たとしても戻れぬ気がしてたよ。いつか二人で見上げた空に変わらず光るあの星のように、同じ強さで握ってた手はずっとほどけないと思ってた。君は僕の孤独を照らす優しい月のような光で、いつもいつも僕のことだけをそっと照らしてくれたね。君を照らすから、熊本の地震は亡くなった方が非常に、まあ、少なかったという方はあれですけども、49人ですかねというふうな感じで、なんか被害が少なかったような印象を持たれるかもしれないんですけどという報道も たくさんあると思うんですけれども、1ヶ月ぐらい経ってからですかね、ようやく私の実家熊本城の近くにあるんですけど、実際直にその石垣が崩れたりしたのを見に行ったのはそれぐらい経ってからなんですけれども、やっぱりまあ熊本城もまあ、小学生ぐらいからずっと見慣れてた感じとも変わり果てたりとかですね、まあ、お寺とか神社であるとか周りの熊本城の周りのもうことごとくと崩れてしまっていてですね、で橋も白川っていう大きい川がこう隠
かってるんですけども、そこにもいくつも橋がかかっていて、まあひどいところは西原村とか益城郡とか、あ、益城町ですかね、とか南阿蘇村っていうのがこうひどいんですけれども、やっぱりちょっとしたその町並みもアスファルトもあちこち穴が開いてですね、車でそこを通ったら絶対にその、ちょっと夢中一緒になるんじゃないかっていうぐらい くぼみがあちこちにあるんですね。で道がガタガタしていて平らなところがほとんどなくてですね、で私のですね、うち実家マンションなんですけど、道の反対側のマンション7階建ての割と30何戸か入っているマンションですけども、2回目のその私も30センチぐらい縦揺れでこう揺らされた時に崩れてですね、1階駐車場なんですけど車が下敷きになって、すごくまだ未だに手をつけられない状態なので、悲惨な姿がまだありました。でそこのマンション私も小学校の頃住んでたことがあってですね、非常にショックというかそんな感じの状況になってます。まあこれから時間はかかるかもしれないんですけども、回復していってほしいなというか復興していってほしいなというふうに思ってるんですけれども、誰かの歌が聞こえる、誰かを
Oh.
また機会がありましたらまたお邪魔したいと思います。どうもありがとうございました。